昔昔あのところにすみちゃんとお父さんがタコをあげていました。これタコ？うん。うん、上手。見せて、もうちょっとよく。へえー、あ、これね、ピローンってついてるもんね、タコね、確かに。上手上手。こっちお父さんがいい手伝ってくれた。あ、そうなんだ。これは？自分でやった。上手。すごいじゃん、すごいじゃん。それで、うん、お父さんとお母さんも来ました。うん。なんかさっきお母さん登場してなかったみたいだけど大丈夫。それで？それでお母さんはタコをしてたの。よかったじゃない。と言いました。それで？それで。これは何の絵？木。おお。それで、うん、タコが。こう、あ、こういう向きで見る絵ね。こういう向きでね。これが人。それで。これ誰？これすみちゃん。お父さん？うん。うん、それで。こういう向きでしょ？ん？こういう向きでしょ？違う、こう。あ、そうなの？すみちゃんの向きにしたんだよね、今お母さんね。すみちゃんが正面。あ、そういうこと。うん、それで。タコは木にぶつかって中に入っていきました、うんうん、あら大変。それでタコはどこにもありません。へえ、どうしましょう。お家のタコが見つかりません。それで飾りが落ちていました。何の飾り？タコの飾り、うん。そこを渡っていくとタコが見つかりましたとさ、おしまい。よかった。ね、楽しそうにタコ揚げしてる絵が上手に描けてるね。とっても上手。これ誰？すみちゃん。これは？お父ちゃん。うん、これは？タコ。上手。上手だって。とってもいいお話でした。あ、顎かゆい。すごいね。とろろ食べたからかゆいんだね。とろろそば。とろろそばを食べて。ね。かゆくなっちゃった。かきすぎかきすぎ吹きな。お風呂入ろうか、とみちゃん。かきすぎだとどうなるの？うん、肌が痛む。あ、ちょっとこれで吹きな、うん。お風呂入ったらかゆくなくなるかも。うん。じゃあ、かゆみを収めるにはどうしたらいいかとかを調べてくれてないの？なんか、はい、もう一回読んであげます。もう一回読むの、うん、なんていう絵本なのこれ？タコの絵本。タコっていう絵本？タコの絵本。うん、名前はお父さんとすみちゃんがタコあげしてていましたと絵本。うん、昔昔、うん、すみちゃんとお父さんがタコをあげをしていました、うん、この模様を貼ったの？素敵ね。自分で、うん、上手。描いたの私が。あ、塗ったのを切って貼ったんだ。素敵なタコです。自分で切ったの、うん、すごい。それでお母さんが、うん、あ、こっちにもね、ちゃんと模様ついてて上手だね。自分でつけたの。うん、すごいすごい。それで、お母さんが来て、タコあげや、あ、タコしてたの。よかったじゃない。と言いました。それで、タコは木にぶつかって入ってし、いきました。それで、タコは、見つかりませんでした。どうしましょう。それで飾りが落ちていました、うん、そこを渡ってみると、うん、タコが見つかりました。バサ、よかった。木はどれ？飾りはどれ？あ、これ飾りが落ちてる絵なんだね。あー、で最後これみんなで喜んで持って帰ってるってこと？タコ。うん。
そっかそっか。これがすみちゃんなんだよね。これがたーちゃん。これがたーこ。上手。お父ちゃん。ね、ん？あ、お父ちゃん。お父ちゃんね。ね、飾りもちゃんとね、書いてあってすごいね。ちゃんと見えるかな？蛍光ペンだな。うん。ここに落ちてて。それで見つかったみたいな。うん、よかった。ね、飾りを渡ったんでしょ？うん。すごい。まっすぐ渡ったら見つかったんだって。そっか。よく考えたね、上手にできた ね。お正月にはタコあげるんだよね、知ってる？お正月の歌歌ってみて、わかる？わかんないか、歌って歌って知ってるけど、え、歌ってなんだっけ、知ってるでしょ、歌って、何それ、何それ、歌って、どこでそんな覚えたら、歌って、何それ、歌って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 、もういくつ寝ると、知ってる、知ってる、もういくつ寝るとお正月、終わったお正月にはタコあげて、お正月ごまを回して遊びましょう、早く恋のりお正月、もういくつ寝るとお正月、お正月、もういくつ寝るとお正月、お正月にはハリバネタコあげて、違う、2番なんだっけ、お正月にはマリついて、なんだっけ、わかんない、ってやるやつ、ハゴいた、ハゴいた、ハゴいたはいたか、なんだあれ、あれなんていうやつ、ハゴいたついて遊びましょう、だったかな、だったっけ、なんだっけ、後で喋ってみようか、ついて遊びましょうだったっけ、明日ね、もう正月なんだよ、すみちゃん、じゃあ今日は、今日は何の日でしょう、明日お正月だったら今日はなんだ、お正月イブお正月イブなんだけど、大晦日って言うんだよ、お父さんも